こんにちは、茂木和也です。皆さん、お風呂の黒カビ落としにどんなカビ取り剤を使ってますか？私はですね、このカビキラー電動スプレーを使ってるんですね。結構気に入ってるんです。ただ唯一、壁面にうまくとどまってくれないんですよ。泡がしっかりできないんで。そこだけが不満というと不満なんですけれども。で、今日はですね、普通のカビキラーも買ってきました。で、どのぐらい壁面にですね、とどまっている時間が違うのかというところを実際に試してみようかなと思って動画を撮ってます。で、せっかくなんで、このカビハイターも買ってきたので、これとこれ、カビキラーとカビハイター、これもですね、どのぐらい違うのか、あまり変わりないと思うんですけれども、まあ、もしかしたら結構違いが出たりするかもしれないですし、そうなった時には、カビ取り剤選びの参考になると思いますので、ぜひ、ご覧になってください。では先にですね、これですね、こっちのカビキラー対決やってみたいと思います。こう持ってやりますね。で、一緒にかける感じでいきますね。はい。あれ？泡のタイプの方が、なんか落ち早くないですか？なんかうまくこう、右と左で、こっち電動で、こっち手動なので、こっちはシュッシュスプレーしないといけなくて、こっちは押しっぱなしっていうのがちょっと難しいんですが、もう一回やってみますね。ですね。電動スプレーの方が、とどまって、出れますよね。泡の感じ見るとわかりますよね。最初にかけたこっちの方が 泡残ってる量多いですよね。まあ、濡れてはいますね。濡れてはいるので、まあ、まだ塩素剤がついてはいると思うんですけれども、泡の内を考えるとこっちなんて、そうですよね。泡がしっかり残ってる。意外でしたね。明らかに、電動スプレーの方が、早く落ちていくと思ったんですけども。もう一回やります。こっちの方、泡早く落ちていきますよね。思ってたのと逆の結果になりましたね。面白いですね。はい。次は、注目の対決ですよ。これとこれ。はい。一回流しますね。はい。では行きますね。カビハイターとカビキラー。二大ライバルの対決。行きます。カビハイターの方が持ちいいですね。結構違えるんじゃないですか。うん、カビハイターの方が持ちいい。もう一回やりますね。ほら、
ビハイターは塗りながら落ちて、塗りながらって言いますか、泡をつけながら落ちていっていく感じですね。カビキラーの方は泡ごと落ちていく感じですね。最初にやった方、ここ泡結構残ってますけれども、こっちほぼないですね。うん、なるほど。これも思ってたのと違う結果が出ました。こんなに差があるとは思ってませんでした。すごい。このカビハイターの電動スプレーあるといいですよね、うん、電動スプレーが泡持ちこんなにと思いませんでした。電動スプレーとこれ比べてみましょうか。あ、いい勝負ですね。あ、これとこれ同じぐらいか。同じぐらい。同じぐらいですよ。電動スプレーの方は熱い泡は出ないですね。でも落ちていき方っていうのは大体同じぐらいですよね。なるほど。で、参考までにですね、じゃん、茂木和也のカビ取りジェルスプレー、これも用意しました。まあこれはですね、参考までに見てもらいたいんですけれども、泡タイプじゃなくてジェルタイプですからね、全然くっつき加減が違うんですけれども、ちょっとご覧になってください、どれだけ違うか。いきますよ、一回流そうかな。一回流しますね。一回流します。茂木和也のカビ取りジェルスプレーやってみますね。まあ、これは泡っていう状態では出ないんですけれども、ジェルなんで。でもこのままべったり、もう絶対流れてることないですからね。うん、こんな感じで泡タイプではないんですけれども、壁面の黒カビ落としだったらもうずっと泡をとどめてくれますので、特に目地の黒カビとかコーキングの黒カビにおすすめですね、壁面の。ただ値段がやっぱり普通のこういったカビ取り剤よりは高いので、普段使いっていうよりも壁面の壁をしっかり落としたいっていう時に、まあこっちになるでしょうけどね。私もこのカビキラー電動スプレー使ってますので、でもですね、引き続きこれ使っていこうかなという気持ちになりましたね。まさか普通のカビキラーよりも泡がですね、とどまって出れるとは思ってませんでした。そして手動タイプを買うんだったら、こちらのカビハイターおすすめですよね。こっちよりも接触時間を長く作れるということが分かりました。あとはカビに対してのどのぐらい効くか効かないかっていうのは試してないので何とも言えないんですけれども、ただその塩素濃度だけじゃなくて、この接触時間を作れるかっていうところも非常に壁面のカビ落としについては重要なポイントですので、まあこっちおすすめだと思いますし、このスプレータイプを買うんだったら次から私はこっち買いますね。うん。はい。いかがでしたでしょうか。大掃除の参考になれば嬉しいです。どうもありがとうございました。という感じで私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。